はい、スプラやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで結構初めてね、いきたいと思います。バンカルマッチ挑戦するぜ。あ、うん、エピックスシステム系ポイント支払ってなんかやる感じなのか。でちなみにね、今日は武器、52ガロンなるものを使っております。なんか強いらしいんで、このメガホンはどうやって使うんだこれ。なるほどなるほど、これを出せるんだな。ああそうか、おおおあおお、なるほどなるほど、確保した時間があれなんだな。了解了解。あのエリアをなるべく塗るんだな。なるべくな。うん、上一人倒した。なるほどなるほど。ちょい負けてる、ちょい負けてる。いい勝負。おい、初は勝利で飾らせてくれ。初は勝利で飾らせろと。うわうわうわくそお、勝てたか。ふーやった。ギアを育てないといけないんで、うわ、ここもこれしか残ってないね。ナックアウト。タイトル変えとこ。あ、もう。よし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 、いいぞ。あ、いっぱい倒した、いっぱい倒した。あ、くそ。スクスロ強いよ、絶対強い。人気だよね。ザップとガロンと。ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ。あ、なんかプラスがなんか減ってってるって感じなんだけど、あれ何なんだろうね。うん、ナイス。ああこれ30秒置いとかないといけないんだね。なるほどなるほど。でそっから減ってくんだね。めっちゃ近づいてくる。うわー倒したよ。ボロ負けちゃう。5勝しないとなんかダメみたいなチャレンジなんだけど今。うん、こんだけ守られてりゃ無理だよな。起死回生のスペシャルがたまんない限りは。初負け。何、レベルが上がりやすいマーク出てるの。何あれ、誰かが使ってくれてる的な。もしそうだとしたらありがとうございます。注文したで。あ、これか。おほほー、イエーイ。イカ忍者、これイカ忍者でしょ。イエーイ、レッツゴーベイビー、レッツゴーベイビー。お金そんなにないに。使ってみたくなった。一回これちょっとザップ使ってみて。ナイスナイス。ええ。おわ。うわ。ブーフー。いやー、でも勝率上がるだろうなって気するわ。いい武器だわ。わーい。なんじゃそれ。スプラローラーがいいかもな。楽と難しいしっすからね。にゃ
あー、カニがいた。おお、こっちまで攻めてきてるか。なかなかやるな。これ攻めるのも大事なんだね。こっち来させないようにするのも。うん、倒した倒した倒した。奥の方塗ってスペシャルを貯めたいんだね、みんなね。ああいう感じで腕前を上げていくんですね。プラローラーで行ってみようか。バンカラチャレンジ、これがそうなんだな。腕前ポイント0を支払って、現在の腕前ポイント、いやー惜しい。早くない？なんかよくわからんくない？支援よろしく。ランク上がったぜ。どうしようかな。あ、スクルースロッシャーがゲットできます。冒険する、そして装備しない。えなんでスペシャル溜まってんの。トゥン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 、食ったからか。もうローラー動きなさい。何やってんだバカ。あー、ダイナモローラーの人が大暴れしてる。おっしゃ、ダイナモ倒したと思ったら終わったよ。ダイナモローラーが、ダイナモローラーの弱点を補うようなギアを装備してればわりかしいいと思うんだよな。お金増えてねえだろこれ。おい、ノックアウトされるとお金はゼロです。うわ最悪だね。そういうことなのか。もう絶対やっちゃダメじゃん。振り返り縦振りできれば3人ぐらいやられたら。今3人同じこと言ってたな。あれ、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。にゃおよー、キューウィンキー。マジか。いや、チュン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 言ってんじゃねえよ。まあ濡れ濡れ濡れ。ファラフェッサーファラス。ええ。よかった。なあ。もらえたでー。今自分につ ついてるギアパワーをね、どんなものなのかっていうのをしっかり把握しておきたいと思います。まずはこれ、インク効率アップ、メイン、インクの消費量が少なくなります。ありがとうございます。うわ、スーパージャンプ時間短縮、スーパージャンプの時間が短くなります。復活時間短縮、はいはいはい。スペシャル性能アップ、スペシャルウェポンの性能がアップします。イカ忍者があって、サブ性能アップ、サブウェポンの性能がアップします。でハテナがまた一つ でサブウェポン性能アップしてて、でスペシャルの時間が1個短くなってる、スペシャル増加量アップ、速さが1つと、そういったラインナップとなっております。やっぱスプラローラーだな。このセットでいいだろうね。やばい、いい、よし。何してんのこれ。あ、おんのかい。生き残ったのおかしいな今の。いやいや、おんのかい。助かってない何にやられたの今。炭酸ボム、あ、炭酸ボムがイメージよく分かってないんだけども、なかなか強力な武器だということは知っているんだ。サブ武器だということは知ってるんだ。さすがにね、勉強はしてるんだぜ。よいしょ、あー倒した倒した。でこの辺の塗り残しようだね。しっかり塗って、
すごいギリギリ。うえエイム良すぎ。ありがとうございます。あパンパカパンじゃねえよ。あら、オッケーオッケーオッケー。また誘致。ぬろ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 。よし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 。アウェイ行かなくていい。この辺の塗り残し塗りなさい。何ですか今日はこの絶妙に微妙に勝つやつ。NO NO。 飛んできたな。ナイス。あ、今の当たってないの。うわ、スペシャル使えばよかったな。ナイス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 。うわ、ぬれーぬれー。とりあえずおお、いい勝負。うわ、くそ、うまい。ガロン、やっぱり。うん、ギャン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 。あ、後ろに乗ったか。おお、嘘。いや嘘。え、なんかすごい音してたね。ぬれ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 。何ここ、むやみに進んでもしょうがなさそうな。ほらー、よー、やべえ。やきゃ、なんでスペシャル使わなかったの。焦らず塗ろう。くー、まあまあ塗ったんだけど向こうも塗ってたな。なんかでも塗り勝負って感じでしたね今回。戦いはそれぞれあんまりだったけど、すげえ塗り勝負してた気がする。ちゃんと敵陣地まで行ってるし。ああ、800まで行けた、珍しい、よかった。カーリングボムに頼るのをやめて、私バリアブルローラー行こうかと思います。バリアブル。あら、スーメーシーワールド。ここのマップをまず覚えるところからスタートだな。なので塗りでとりあえず自陣ぐらい覚えとこう。左右に広がるベニヤ板の道。頑張ってねみんな。自陣は任しとけ。マジでこのやり方やるんだったら楽とかいいような気もしてきたな。もうちょいってね、スペシャルの増量がね。おお、いやー、分かってたんだけどな。あ、君もイカ忍者装着のバリアブルをローラーか。え、なになに、かっけえなあの傘。おおおおおえ、落ちたん？
うわ見えてたよ。ナイス。あー惜しくて惜しくてよ。いいぞ、その上を取ってるの偉い。はい、お疲れ。お、倒してた誰か。お、負けたのか。こんな感じでまたやりたいと思います。ちょっとハマってますね。なかなかいい感じになってました、プレイスタイルもね。本日は以上だ。今日は、初めてのガチマッチ、そしてお金を貯める時のやつやってみたでございました。ほな。